振り向く。この動画ではキャラクターの移動方向に振り向く処理をブループリントに関数を作って実装していきます。ハクション。ブループリンツフォルダの BP プレイヤー 2D を開きます。左のマイブループリントの中の関数の右のプラスをクリック。名前をフリップターンにします。フリップターンの関数のタブが開いていると思いますが、開いていなかったら関数フリップターンをダブルクリックで開きます。関数とは指示があった際に特定の処理を行い結果を出力する機能で、アンリアルエンジン上では何度も繰り返し処理をするのに適した汎用処理機能という説明になるかなと思います。イベントグラフ上に関数の欄からフリップターンをドラッグすると関数を呼んでこれますが、今は中身が空っぽなのでここに何を送っても何も起こりません。自分で作った関数は右矢印アイコンになっていますが、アドムーブメントインプットやジャンプなどの F のアイコンがついているものは全てアンリアルエンジン内に用意してある関数です。ファンクションの頭文字がアイコンになっています。白い線がつながる実行ピンがついている関数は青いアイコン、実行ピンがついていない関数は緑のアイコンで純粋関数と呼びます。フリップターンをダブルクリックで開いて紫の実行ピンノードを選択。右の詳細欄を見ると純粋というチェックボックスがあり、ここのチェックを入れると純粋化した関数になります。実行ピンがいらない場合、ここにチェックを入れるとノードがスマートになり若干負荷も減るようです。今回は実行ピンが必要なのでチェックは外してフリップターンの白ピンにキャラクターの向きを変える処理を組んでいきます。フリップターンの関数内で右クリックからコンペアペフと検索をかけ、コンペアフロートのノードを選択します。インプットの値を関数の実行ピンの下側にドラッグ、実行ピンをつなげます。入力値を関数の外から受け取るようにします。入力値が0より大きい場合上のイベント、0より小さい場合下のイベントが実行されます。次に右クリックからゲットコントローラーと検索をかけ、ゲットコントローラーノードを選択します。リターンバリューから右にドラッグしてセットローテーションと検索をかけてセットコントロールローテーションノードを出します。紫のニューローテーションを右クリックから構造体ピンを分割、 X 軸 Y 軸は0のまま Z 軸の値を0と180という形で反転処理をさせます。セットコントロールローテーションをコントロール C コントロール V でコピーして、上は全部0、下は Z 軸だけ180を入れます。あとは実行ピンを上と下につなげば関数の処理は完了です。イベントグラフのタブに戻ってフリップターンの関数をドラッグします。アドムーブメントインプットの後ろにつなげます。インプットにアクションバリューの値をつなぎます。ダブルクリックで線の整理をしてコンパイル保存プレイをしてみます。 A と D を押した時に振り向いていれば OK です。 UE4 のテンプレートではインプットの入力値ではなく移動速度の X の値で振り向きを分岐させています。この場合も移動している方向を向くのですが、ジャンプ中に向きが変えにくく直し方を聞かれることが多かったので、今回は入力値で左右を向く方法で組みました。移動速度での分岐を使うメリットとして、入力値を持たない AI の動作にはこちらを使うと簡単に進行方向を向くので、作りたいゲーム性や用途によって必要な方を選びましょう。振り向きの処理に関しては以上になります。次の動画では今まで1枚絵で動かしていたキャラクターを歩きとジャンプの画像を用意してアニメーションの素材の設定をしていきたいと思います。次はアニメーションだ。